はい、また来ました、かがり火公園。今時刻が5時14分ですね。さあ7時じゃないと、釣れない、でね、今日は、風速が3メーター。これはね、浮きが流されるね。あと派手に沈まないともう当たりわかんないって感じです。今日は日曜日なんだけど、日曜日はね、やっぱ公園っていうだけあって、まあ、小さい公園なんだけど、まあ、トイレとか休憩所があるからね、満車です。ああ、目の前に草浮いてきたーっていうか、向こう行ってくんないかなー。おい、中地家さん。今ね、そこででっかい巨大魚がね、バサーンってなったよ。この竿を置いて偏光を取りに行ったら魚にビューって持ってかれるよ、多分。わー、今ちょっと今さ、目の前に中地家さんの足の目の前に雷魚、足の匂いに雷魚が来て、あー取れてなかったよ、またやっちゃったよ。私これで3回目で足元に雷魚来たの。あ、なくなってる。今日も左に流されてる。ねえ、あ、入った。あ、なんだ、入ったな今一瞬。え、気のせい。私さすが釣り師やな。ケツが濡れても、ケツが濡れても釣り続ける。そこに餌が落としたから。さっきの雷魚また来た。あ、本当だ本当だ。どうした君、どうした、何したいん。あー、病気だね。なんかちょっと治療してあげたいけどさ、魚類のお医者さんじゃないから。ちょっとやってる。はい、中地家さんの仕掛けは長い浮き、あれでね、随分当たりが取れる。私のはちょっと短くて、こう沈んじゃってよくわかんないんだよね。で、こういうちょっと波の時ってちょっとむずいですね。ちょっと風弱くなってきたかなって感じだけど、でもここ足場いいからいいよね。あー見にくい。ちょうど浮きが、よいしょ。あー、ここ沈むんだね。いや、馴染んできて沈むのか、水吸って、でまた浮いて。今私、沈んで、
入りました。おっと、網今日はちょっと今日は短い。え、なんだ、おいおい、アフアフなだ。よいしょよいしょ、いいよ、いけたか、入った、 ありがとうございます。今日ラインディングして、あー入った。あ、今日また落っことさないようにしないと。あーっと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 、はい、今日の人は、あ、やっぱこれがなんかアベレージなのかな、みんないつも同じくらいだね。ね、21センチ。この人はどっちですか。はい、皆さん、ヘラハンベラ、ヘラハンベラ、どっちだろう。よかった。でもやっぱり時間が6時28分、今ぐらいからですね。でも浮きのあたりはちょっとわかんないね。ゆっくり沈んでましたけど。ほい。今日19時1分だ。見えればね、見えればできんだけど。そう、電球機でやる人いるしね。これからあれですよ、夜電気巨大魚、あれ、これは連れてる、連れてるじゃないですか。ちょっと連れてんじゃん、よっと、よっと、よっと、やった、1対1だ。ありがとうございます。同じぐらいだね、ちょうど魚も同じぐらい、ほら、かな、測るね、かも、出さないでよ、逃がさない。ちょっとこっちで、おっと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 、逃げちゃう。伊沢さんの掴んだらお見事だったんです。そう、はい、あ、ないか、全然負けてるわ。え、中、うん、あ、でも20ですよ、20、うん、ここでサービスありがとう。20、はい、おー、やりました、中敷さんも。いや、綺麗に入りましたよ、今のは。あ、本当よかったね。伊沢さんの予告通り、7時の、そうそう、ね、自分のカメラにも6時52分。いや、別に勝負ではないけど、勝負ではないんだけどね。あ、勝負ではないんだけどね。ないんだけど、ないんだけどね。あ、くそ、ないんだけどね、くそ、やられたよ。これちっちゃいベビー、これベビー、知れる、手でできる、ベビー、あ、ベビー、あ、ちっちゃい、なんかヒイラギみたい。ちっちゃいマブ、測る？いや、まあ12、3センチでしょ。うん、ちっちゃいマブ釣れてます。はい、あ、でもヘロちゃんのなんか勝負だよね。勝負、勝負ね。あ、あ、来ちゃった、おーおー、このままリフィッシュだよ、マブ、来た、あー、抜けた、あー、あー、ちょっと今の寝掛かりじゃないよね、ちょっと来たよね。いやー、くそー、ほら、もう海釣りの血が騒いで、ほら、ほっぱ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 、うん、今ね、ちょうどここでやってた。てもう全然浮き見えねー、何をやってっか見えねー。ほら、ここ、ここ今、すっごい。ピッチャー。しも。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、はい、これテイク2なんですけどね。はい、テイク2 、はい、ありがとうございます。また遊んでください。はい、また勝負しましょう。はい、すみ散歩さんのね、竿で釣れました。はい、今日は、マブが1匹。この刺していいね、本当に出せ止まりやすい。おーい、なんかピントが合わない。はい、マブが1匹。もう、忙しい。これから、YouTube ライブですね。はい。オール入って。オール入って。あ、江田さん。俺と会うからメイクしないって言ったでしょ。うん。俺なんか江田さんに会うために、髪の毛切ってきたんだ。さすが男前。男前だ。ありがとうございます。じゃあ皆さんまた。はーい。気をつけてね。忘れ物ない？それなんか入れ物みたいの。あ、入れ物忘れてた。あとなんかその浮き、緑のオッケー。あ、緑って言っちゃダメ。緑って全体の名前だから。お疲れ様でした。またね。またね。